いますね。はい。21時になりました。本日も遅い時間にもかかわらず、たくさんの先生ご参加いただきましてありがとうございます。国際中獣医学院日本校の、定期的なウェブセミナー。今回は、陽太先生の、よもやま話第11回ということになります。もう、毎月、開催をしておりまして、もう、はや11、11回ということで、まるまる1年になろうかというところになります。で、また本日も、陽太先生、中国、それから中医学についての興味深いお話を、ご紹介を、していただけたらというふうに思いますので、それでは、時間も、押してもらっておりますので、早速、陽太先生にご講演を、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。今日の皆さんとの、話は、雲南の白薬と南薬、いわゆる雲南省の薬に関して、薬というのはちょっと多すぎるんですが、中の一部、ちょっと珍しいものをピックアップ出して、皆さんと一緒に話したいと思います。雲南の薬から言うと、一番有名とか一番神秘的、みんな話してるときに、雲南の名前をついてるのは、白薬のことになります。この白薬は今も常備薬として、雲南省のほとんどの方は、お家にあると思います。私自分も、日本に来るときにも、雲南白薬を持ってきましたし、今も手元に何種類あります。例えばこれはちっちゃいの瓶のやつで4グラム粉のものがありまして、これは大きくのカプセルのものがありまして、さらにスプレーと雲南白薬の外用の貼り薬、雲南白薬のスプレーを全部日本に持ってきましたんですよね。これなぜか一番常備薬になってるんですかというと、雲南白薬は傷口の修復の力はものすごく優れたものです。私自分自身も何回も大きい怪我しまして、中空の子供の時に結構暴れん坊ですから、ナイフで切られることもあるんですよ。それで雲南白薬で、塗って、病院行かずに大きいの傷で全部修復しました。手も同じく、転んで、磁気の破片に刺されて、大きくケアを深くしたんですけど、あの時のまだ子供の時から雲南白薬を貼り付けて、ガーゼでぐるっと巻いて、その日でまだ泳いに行きましたんですよ、水泳に。それで全く感染しなかった。もっと日本の皆さんにも、日本のお医者さんにもびっくりされたことはあるんですけど、日本に来てから埼玉医科大学留学したち、している時に、住んでいるアパートの階段は鉄階段ですから、間に隙間あるんですよ。ある晩で慌てて家に帰った時に、足を挟んで中に入って骨折したんです。結構腫れて、その時に、医局の先生から見て、ああ、ゆう先生、これはね、もう2ヶ月、3ヶ月かかるだろうと言ってた。私はね、1週間後に外来に出たんですよ。教授について。ちょっとみんなびっくりして、え、ゆう先生どうしたの？なぜ来られたんですかと。
何が使ってたんですかと聞かれて、そうすると私はちょっと説明で、あの時に飲んでたのはそれなんです、これ温暖ピアクヤク、温暖ピアクヤクで飲んで痛みを止めて1週間後に、外来まで行けることになってたんですよ。これ本当に日本のお医者さんも医局の皆さん本当にびっくりされましたっていう件があったんですね。それはどういうふうなものですかと聞かれても、その当時に医局の先生に聞かれて、この温暖ピアクヤクって何者ですかと聞かれたんですけど、私も知りませんとしか答えられなかったんですね。なぜかというと、この温暖ピアクヤクは中国で今まで唯一処方は公開されなかったの薬です。今も国家秘密です。いわゆるこの処方は非常にいろいろの経由あって、歴史の中にこの処方これ作ったのはこの旭先生、旭寛昌先生と呼ばれて、この旭寛昌先生についていろいろ伝説あって、子供の時に、偉人と有名な人に従って中医学を勉強して、山に薬取りに行くときに偶然に動物の戦うことを見てたんですよ。戦ってから死にそうな動物はある薬剤を使って自分で食べて、奇跡的に立ち上がって去ったんですね。彼はびっくりして、それを取ってよく研究をして、さらにさまざまな処方と合わせて最初に作ったの外科の製薬と呼ばれています。一番有名のは怪我、外科の今整形外科とか、それ のところは一番有名になりますね。その雲南白薬、一番最初の名前は百宝丹と呼ぶです。白薬ではなく百宝丹ですね。百宝丹で戦争の時に、毛沢東と蒋介石の皇軍の戦ってる時にも、ここに通ってる時にはみんな雲南白薬を持ち歩いてる。重傷とか怪我される時にすぐ雲南白薬を使って命を助けられました。それ非常に有名。日中戦争の間にも確かにこの旭寛昌さんは蒋介石の軍隊に対して結構何万本の雲南白薬を贈呈をして非常に公表されて、外科製薬という名前はその時に付かされましたんですよ。その後に旭氏雲南白薬の名前に変えたんですけど、ただ秘密してるんですので、どうしても当時の国民党の時代は軍閥はいっぱいいるんですよ。それをもらおうと思ってる人結構いるんです。だから旭寛昌さんもその時に牢屋に入れられたこともありました。だけど処方は漏れなかった。最後は旭寛この人旭寛昌さんを重慶に、重慶のところまで、連れて、来たんですけど、国民党はやはりこの処方を出してというの話があったんですけど、彼はなんとか かの原因でむやむやの時に重慶でお亡くなりました。それはただ彼は失教するときに処方を自分の奥さんに伝えたんですよ。その処方の
に関して、今雲南白夜に関してのいくつの噂があるんです。このこういうふうな処方あるよ、ああいうふうな処方あるよってネット上も多分調べると出てくるかもしれませんですけど、あれ全部嘘です。本当の処方は公開されています。これは彼の奥さんは1950年代の時にこの処方を国家に、公開したんですよ。国に。国に公開して、そのために雲南白夜の工場まで設立をして、極端少さんの家族はずっとあの中で働いてきました。その処方は中国の国官省さんの意向を尊重して、中国の国家としては国家最中約の中の最高秘密として、公開しなかったんです。今もこういうふうな商品はたくさんに出てるんですけど、その上に成分は一切書かれていません。この種処方一番有名のは何ですかというと、角血化瘍と止血と痛み止める力が強い。私自分自身も骨折したんですから、これ使って本当に痛みを抑えられました。出血も抑えれて、あと腫れはすごく早く取れたんです。だから怪我されてる出血、血便、G の出血、女性の生理の出血、手術の出血、骨折など潰瘍とか、これ全部使えるんですね。特に中にここに赤く一粒見えるんですよね、これはね。これは何ですかというのは、骨原子と呼ばれているものです。この粒、重症の時に、雲南白夜飲む前に、まずこの保健師を飲みましょう。この保健師の力は強くて、まず出血をすぐに止めてくれて、その後に雲南白夜の効果を早く発揮できる。しかし、この保健師は、私、骨折されてる時点の時も、最初、子供の時に怪我されるときも、傷つけられるときに使ってるときに、一度も保健師使った経験がありません。今も。そこまで必要ないんですね。結構、雲南白夜は薬効は素晴らしい。その以降に、これは、雲南白夜ではないんですけど、雲南白夜のメーカーから歯磨き粉も出したし、いろんなものを出しました。私今持ってるのはこういうふうのスプレーのもの、あとはカプセルのものと、これはほとんど常備薬に使って、非常に伝説的なものになってるんですね。しかしこれはどこまで、有効かどうか、処方はね、本当に保健師というのの文字は、これなんですね。保健。まずこれを飲んで、命を守るという保健師は、この赤い玉粒。実際は、私使ったことないね。一般の傷つけると、手で切っても、すぐ、雲南白夜は上に粉ばばば出すと傷口は塞いでくれる。血はすぐ止めるんですよ。ぐるっと巻いてそのままで修復してくれる。本当に、この薬、しかし、納豆腐の成分、何のどうやって製造されているのか一切分かりません。正直言うと、雲南白夜工場の人も、なんか、処方は、いくつの、部分に
バラして別々のところで作ってるみたいで、最後合わせると、だから本当の処方は知ってるのは多分何人しかない。一般の方は全然わかります。私たちも今もわかんないですね。これは一番雲南省で有名の処方になってるんですね。その以外に雲南省はまだ別のさまざまなものがあります。例えばこの方、蘭茂と呼ぶんですけど、彼はね、明の時代の人で、それにしても李知人さんの前の人なんですよ。彼は雲南省の薬を細かく調べて、458種類の生薬記載された天南本草を出したんです。天は雲南省。雲南省の南ある薬、生薬の本の一番有名のはこの天南本草です。天南本草は本草項目よりも140年の前に完成されました。素晴らしいですね。さらに本草項目の中に記載されてない多数の生薬は記載されて、今、雲南省の私たち の前 の同僚たち、今、雲南省民族薬の研究家たちは、この本を基づいて、雲南省の生薬を一生懸命に研究して、民族薬の中にたくさんの成果が得られました。これはまずありますね。それは以前ちょっと話したことはあるかもしれませんですけど、雲南省の薬から言うと全部喋られないというのは、雲南省の薬用植物は6000種類以上あるというのがあります。中国の薬用植物の 51%、半数以上に雲南省がありますね。明確に規制されている少数民族に使われている、雲南省は26の民族がいますので、この26民族に常用される薬も2000種類以上あります。記載されているのは民間の民族の医療の経験法3万以上があります。だから非常に多い、いろんな少数民族があります。タイ族医学とかチベット医学とか彝族医学とか苗族医学、さまざまなありますね。私はこの今日はその中の何種類を皆さんを紹介したいと思います。これまず一つは電子人参。これ多分皆さんご存知だろうと思いますが、中国の名前、特に雲南省の名前は三七と呼ぶです。なぜ三七ですかというのは、この電子人参の育てる時期は3年か7年か。3年で収穫できる。7年 のものは良いもの。というの、意味で三七と呼ばれているんです。ただ、日本では電子人参の名前使って、このような人参類ですから、葉っぱはこの形で、使っているのはこの根っこの部分ですね。ただ、電子人参の花、これもよく使われている。今はお茶として、清熱解毒のお茶。これを今よく使われているんですよ、ね。お茶を飲んでいただいて、緑茶と一緒に飲むことになります。この生薬は一番素晴らしいというものは何のものでしょうかというと、雲南省のこの電子人参。というのはよく言われるのは一つの生薬なんですけど、この一つの生薬は実際は一つの処方でもある。生の電子人参は謝罪です。清熱解毒作用あって、止血作用、活血作用は強い。これは生の電子人参。もし加工して熟したら補強です。補剤になります。補気補血作用があります。競争作用があります。疲れるとか、それも取れ
ます。さらに、喀血、痛み止める効果があります。この薬はもっと面白いのは、喀血作用もありながら湿血作用もある。両方使える。それは非常に珍しいの一つで、今は電子人参の、有効成分は抽出されて、新薬まで使っている。この中の異なる成分は異なる作用を発揮しているんです。脳梗塞のもの、心臓に作用するもの、末梢作用するもの、様々に変わっている。私たち、普段なら私自分も、自分自身もこれのちっちゃいものを口で噛んでるんです。生のもの、ちっちゃいのものは一個口で噛んで、最初は苦いですけど、だん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 甘みは戻ってくる。喀血作用ありますね。さらに、この鍋見てください。これはね、雲南省の名物。雲南省の電子人参鶏スープ。この鶏肉はその中に入れて、電子人参も入れて、蒸すんです。蒸すと、水蒸気はこの蓋から当ててきて、この蓋で密封するんだから戻るんですよ。そうすると、その上のおスープは抜群に美味しい。さらに、この電子芯は熟されるんですので、体の虚弱の部分を補ってくれると、痛みも止めてくれる。これ、有名な電子人参。これは一つですね。もう一つ先生、皆さんに紹介したいのは、天麻。天麻は、めまいと、痛みとしびれを緩和するの名品として、雲南省は一番有名に、なっているんです。即服作用ありまして、痙攣止める。だから、転換とか、神経系のものは必ず天麻使う。頭痛を止める。めまいを止める。閉館作用ありまして、高血圧はこれは最高のものになりますね。あとは、虚風痛楽の作用ありまして、しびれ、痛み、関節のしびれなどのことが全部有効になります。これ、雲南省の有名な天麻になるということですね。これ大きいの。これ、私自分自身使っているのはこれなんですね。よく、天麻でお酒をつけてるんですけど、その以外に、皆さんに見せとったのは、3つのスープがあるんですね。これも全部、雲南省で有名な名物。天麻はね、変な味はないですよ。まず、つけておいて、時間経つと、聞いて、切れるんですよ。スライスにして、銀杏と鶏と一緒に煮込んだ天麻銀杏鶏スープ。これはね、高血圧の方には最高なんですね。これは天麻、ユリ、あとは、スペアリブの肉で一緒に作ったのスープ。これは天麻と魚と一緒に作ったのスープ。ね。これ全部、薬膳なんですね。高血圧の方、よく普段痙攣して、パーキンソンス病というような、震えるとか、頭痛とかめまいとかの方なら、この天麻使うと、治ります。非常に良い効果がありますね。もう一つの名物つつは、皆さんよくご存知の、これ東南アジアは多いですけど、雲南省、中国では雲南省は一番有名。ツバメの巣。これは私撮った写真で、懸垂のところで、この洞窟の中に鍾乳洞なんですよ。この鍾乳洞は有名なツバメの洞窟と呼ばれるところで、ツバメはこの中にたくさんの巣を作って、人はこういうふうに登ってツバメの巣を取るところ、
の写真を撮ってましてですね、このツバメの巣は体を潤いにして女性の美肌は最高、純白効果もありまして慢性の咳にも良いし、お気作用もありますし、あの緩やかに穏やかの保液剤の有名の一品です。私ここで勧めしているのはツバメの巣を戻している3種類の品、これはカシノス、ノココ、レンシ、ハスノコの、ハスノミですね、これはあのココ、あと中にユーリー色のも入れてツバメの巣で作ったのスープ、これその下には牛乳、落花生とツバメの巣で作ったスープ、綺麗でしょう。こちらはあの周辺はナス、ごめん、ナスではなく梨、梨の核を取って穴をして中にツバメの巣を入れて、氷砂糖を入れてクコを入れてナツメを入れて蒸す、蒸してからは全部食べるんですね。これはね、慢性の咳、肺の陰虚とかね、非常に素晴らしい、全部美肌の一品のものになります。これも雲南省の有名なツバメの巣。さらに雲南省のまだあの有名なものがあるのは、これもともと東南アジアのところにあるんですけど、龍血樹、龍の血を出るような形になって、樹脂、あの傷つけるところに樹脂のようなものが出てくるんですね。これを取ってきているのはこの形のもの、この木の上に出たの、この樹脂のもので抽出されて作ったのは血血と呼ばれている。この血血の作用は何がありますかと、活血作用あって、痛み止める効果も素晴らしい、活血と止血作用あってと、傷口の修復も素晴らしい。これはね、南薬の中に非常に貴重なものです。今なかなか手に入らない、雲南省は今新産パンナしかないですよ。これはもともと熱帯の植物ですので、これも一つ珍しいものでした。あと雲南省は高さは7000メートルに近い、低いところは60メートルところですから、先ほどの新産パンナの熱帯の植物なんですけど、今のは3000メートル以上の高山物、高経点と東中間層になります。東中間層も高経点にしても古材ですね。東中間層は特に個人液肺、慢性の咳とか腎とか補う力は強い、同時に加炭と止血作用も持ってるんですね。だから高山に住んでる人は肺機能は強化しなければならないで、この冬中乾燥の力によって肺の機能を強化されるんです。後傾点も同じく保材の力は非常に素晴らしい、健脾作用ありまして、液作用もありまして、視界作用、咳止める作用と活血作用もありまして、後傾点高山に行くときに、高山病にならないように行く前2ヶ月くらいはまず高経点を飲んでいただければ山に行くときに大丈夫です。だから現代の研究から言うと、高経点の心肺機能を高める、心と肺の働きを強くにして、酸欠の状態を改善されて脳にも養います、そのような効果がありまして、これも雲南省有名な主役、ただこれは山しかないんですね。3000メートル以上のところに見られる。苔って何種類あるんですよ。でも ほとんどこのようなものに近い、効果は同じに近いです。さらに雲南省もう一つそう面白いのは、これ日本のどこでもあるようなものなんですけど、でも
この学名調べてって言ったら出てこないんですね。当選かというものになります。これは結果の掃除屋さん、素晴らしい効果があります。美女人間改善する効果は抜群で、中国のこの抽出するものはありますけど、ブレビスカピンという成分がありまして、これを抽出されているのは今はね、脳梗塞、狭心症、いわゆる心脳疾患の改善するの力は、非常に素晴らしい効果は持ちます。このような活血剤は、この当選化は、今中国、特に雲南省の有名な今薬になっているんですね。中国で大体今、新薬に作って、当選化の錠剤と注射液、救急まで使われています。本当に素晴らしい。最後は、高糖スキの話、ちょっとしましょう。高糖スキは、交換の神話ありまして、素晴らしい、素晴らしいって、ですけど、確かに高糖スキの、抽出成分は交換作用がある。認められました。しかしね、高糖スキは、中国では、いわゆる、取ることできないんですよ。禁じられてるんです。中国の林業部から出してる第一級保護植物。野生の高糖スキ一本一本全部バンクを振ってるんです。これを取る人は牢屋に行くしかないです。中国もすでにこういうふうなことがありました。一度高糖スキ事件で、ある会社の社長さんと一つのグループは全員牢屋に入れられました。だから輸出は不可能。不可能はどこにあるのっていうのはよく疑問視されてる。私もちょっとわからないで、中国の林業科学院の先生たちと私よく交流はあるんですよ。結構親しみの先生で。これ、高糖スキどうやって外国でこの商品あるのと。あれはね、少なくても輸出されるものは今考えられない、ならないよと。向こうの立場から言うと、これは違法です。だけど、あるよと言ってたんですけど、もしあるなら、唯一一つの可能性があるのは、選定。いわゆる今ね、高糖スキは人工栽培されてるんです。人工栽培の地区はいくつの地区がありまして、この地区から今栽培から今だいたい十何年、20年近く育てるんですよ。そうすると今なるな、なら可能ですけど、ただ輸出はできない。一本の輸出は無理ですけど、先手、いわゆる先端部を林業を育つために切るんですよ。剪定して切ってからの部分を抽出するなら、そういうふうな可能性は否定できない。この可能性あるよと。そうすると、交換作用どこまであるのと聞くと、いや、全然皮と違うよ。高糖スキの有効成分は皮の中にある。枝の部分も一部あるんですけど、そこまで有効性は、どうかなと、向こうはなんかいまいちという答えしか戻ってこないですね。だから私もちょっとわからないですけど、でもなんか、雲南省の高糖スキは、日本では売ってるの話は、伺ってるんですので、どこから来たなというのは、ついに、不思議に思っていました。はい、今日は雲南省の名物の生薬の中の少しだけ、より今一般的に知られているものを皆さんに紹介しました。何がご質問があればどうぞ。雲南省の民族の生薬はたくさんあるんですので、将来もしチャンスあるときにまだ話しましょう。今日はここまで。どうぞ皆さん何かご質問があれば。
遠慮なく。はい、余先生ありがとうございました。あ、じゃあ増田先生質問を。はい、どうでしょうか、今ご参加の先生方、ご質問ありましたら、チャットもしくはご質問ある方、カメラオン、マイクオンにして直接与田先生にお尋ねいただいても構いませんけれども、誰かいらっしゃいますか。じゃあ石野からまずお願いします。いや、すごく、雲南白薬のことを私聞きたかったんです。こんなに詳しく話を聞けたのは初めてです。ありがとうございます。なんか犬の方でも、犬の血管肉腫などに、雲南白薬を飲ませて効果があったという報告なども、出ているようなんですけれども、他のちょっとネットの記事で他のものを見つけまして、雲南白薬は毒性があるということを、この製造会社、製薬会社が認めたというんですけど、これは本当なんでしょうか。成分の中に、いわゆるこの処方は救急用の処方なんですよ。救急用の処方ですので、長期服用はまず想定されてません。これ私してる限り。なぜなら 1回は 0.25 グラムなんですよ、あの粉。換算すると今カプセル打てるじゃないですか。あのカプセル1カッツカプセルは 2.05 なんですね。だからあの1本は4グラムしか入ってないで、1本結構持ちますよ。だからあれは救急用のものですけど、成分の中に毒性含まれる生薬入っている可能性はあるだろうとっていうのを推測。あくまでも私の推測。なぜかというと、処方はわかりませんので、どういうふうなものが入っているのは本当に今もわかりません。ただ、私自分自身は結構使った経験があるんですよ。怪我されてるし、この間の血栓、骨折して結構飲んだんですけどね、長引く、ね、飲むと胃は痛くなる。これは確かにことで、少なくてもこの胃の感覚、胃の薬受け入れる、私は漢方薬やってるんですけど、薬飲んでからの後の感覚は体どう反応するに対してある程度の推測そこはつくんですよ。この胃の反応の感じとしては毒性入ってるものはあるかなと思ってるんです。ただ成分は何かどうかは正直に言うと分かりません。なんかトリカブとか何かも入っているとかってその記事には書いてあったんですけど、トリカブトとは正直に言うと日本では毒性の強いところと思うんですけど、私若い時に毎年の冬で200グラム食べるよ。ああ。いわゆる製法なんですよ。あれ毒性あるかどうか、毒性があります。毒性あるんですけど、煎じ薬の煎じる方法にすると、毒性は200分の1まで減らして、逆に強心作用が強くなるんです。うん、だからこれはね、作り方によって、ただ日本の場合には薬は法制しませんので、でも日本は武士だけ法制しますよね。公武士だから。日本の市販されてるの武士は生武士ないと思う。多分ないと思います。全部法武士。だから毒性はまず取ったものを打てるかと思いますけど、この中には本当に何がある、多分私の感覚としてはこれじゃない、武士ではない。なぜかというと禁忌症の中に冷たい水飲んではいけないという禁忌症ないんですよ。雲南白薬、そう、この先生の質問ありまして、雲南白薬は常備薬として
使いたいと思います。安心で使いたい信用あるメーカーはありますかというのは、安心、このメーカーは中国で一つしかありません。雲南白薬製造工場。今は雲南白薬株式会社。この会社しか作ることはできます。なぜかというと、この処方は公開されない。この処方を持ってるのは、この工場だけ。他のところ出る雲南白薬全部偽物。一箇所のしかありません。雲南白薬株式会社という会社のものしかありません。はい。はい、ヨタ先生、ありがとうございます。っていう、まあ、そうすると、例えば、そういうに偽物みたいなものっていうのは、例えば中国だとか、そういったところにも出回ったりします。雲南白薬は偽物ないですね。あ、ないですか。雲南白薬の市場に出てるものは偽物ないと思います。うん、なぜかというと、これ の, 製造の危険も、あれも実際はこれ、高くものじゃないですよ。結構ポピュラーなもので、今も高い薬、中国の他の薬と比べると値段全然安い方です。だからこれ真似しても利益は得られない と思いますよ。以前は8件で1本ですから、日本円で100円、200円くらいのものですよ。だからこれ偽物として製造するところ、今のところ私知ってる限りはないです。はい、ありがとうございました。他に先生方何かご質問はありますでしょうか。今日も遅くまでありがとうございました。また来月お会いしましょう。楊先生ありがとうございます。はい、それではお疲れ様です。はい、質問あります？高等席の質問がありました。はい。高等席の適用どのようなものが多いでしょうか。これ多分高等席は今のところから見てると扁平長期間欠点も結構いろんなものに有効と言われてるんですけど、なんか長期間とか固形感の方法にはよく使われてるんですね。こっちの方法がメインみたいです、うん、よろしいですか、緑川先生。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、また質問ありましたら個人的に私の方まで言っていただけたら、楊先生に聞いてまた皆さんにお知らせしたいと思います。じゃあ増田先生、最後締めてください。はい、本日も遅くまで多くの先生ご参加いただきましてありがとうございます。また来月、とりあえず全12回の第12回目ということで、7月の25日、21時から、また開催をいたしますので、またぜひぜひ、お誘い合わせの上ご参加いただければと思います。はい、本日は遅くまでありがとうございました。また、ご参加をお願いいたします。はい、ではそれでは皆様、おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。